はい、おはようございます。2022年6月5日になります。はい、朝4時半新潟駅にいます。これからね、まあ、今日から多分ね、あの正面入り口多分通れると思うんですよね。なので、で始発のね1番線なんとかね行ってみたいと思います、ね、朝早い、ね、5時2分だったかな、多分それなんですよね。これからねちょっと行ってみますよ。今はね新潟駅南口にいます。これからね磐梯川の方に渡っていこうと思うんだけど、ここ新潟駅脇のね南口駐車場すごくねいっぱい止まってるんですよ。そしてほら向こうの駐車場ね、昨日ほら1台も止まってないでしょ。昨日閉鎖してたんですよね。僕あそこに止めようと思ったんだけどね、使えない状態。これ多分昨日とかだけだと思うんだけどね、今日は止めれると思うんだよな。昨日はねあの代行バス輸送しててバスのね待機場になってたみたいですね、昨日ね。今日も今のところまで1台も止まってないね。はい、朝4時半の駅は誰もいませんね。まあちょっとたまに、あ、人はね、あのなんだろう、ね、新聞屋さんかいるみたいだけどね、業者の人だけですよね基本的にはね。こんな感じ、もうね西口改札開いてるね。あ、開いてる。あの5時4分ってやつが多分、いや違うな、もう入っちゃった方がいいかな。あ、1番線5時2分村上行き快速、あれだね、あれがもうあれ入ってくるとこ見なきゃだね。もう入ってこうかな。あ、多分あそこ歩けるね。ちょっと1番ね、1番には歩ね行けなかったけども、あそここれから行ってね、あそこから入ろうと思いますよね。真ん中の入り口、そして僕が今いるのは、西側連絡通路ですね。ちょっと遅かったかな、もっと早くに行かなきゃダメだったかもしれない、ね。はい、とりあえずね1番線にはまだ電車見えないですね。ね、あとで電車いるとシーンをね外からも撮りたいなと思ってます。今はまだ来てない。1番線入線するとこちょっと撮りたいからね急ぎます。はい、こちらが新しい新潟駅ですね。4時半ぐらいに開くみたいだね。ね、まあ1番ってわけにはいかなかったんですけどね、でもとりあえずね開いてますよ。ね、僕ちょっともうちょっと早くね来ればよかった。もしかしたらね1番線もう来ちゃうかもしれないんでね、ね行ってみたいと思います。新しい新潟駅ですよ。しばらくはここからねの出入りになると思います。まあこれもまあね暫定的なものだとは思うけどね、後々多分壊すのかな、多分これがねメインの入り口になるとは思えないんで、まあ新しいね綺麗な階段ですよ。そしてあ、やっぱりね結構仮設感があるね。はい、バス佐々木線タクシー観光案内ねめときめして古町新潟駅改札在来線東改札になりますね。行ってみますよ。はい、ジグザグですね、思った通りの、ね、構造です。下はね綺麗なアスファルト、そしてね新しくね作られた階段にね誘導されます。ここも90度に曲がります、ガクンと。そしてあ、やっぱりエレベーターついてるね。そしてこの真新しい階段にね導かれますよ。これは多分ねそのまま使うんだよね多分。わあ綺麗。そして左側がおそらく駅直下バスターミナルになる場所。右側どうだろうね、右側現場、まあ、まだガランとしてるよね。作業員さんもういるね。電車入ってきちゃうね。まあ後でまた撮ればいいのか。こちらがおそらくね駅直下バスターミナルになる予定の場所。まあ、これも非常に楽しみな場所ではあるね。あー見えてる、こんな感じです。あそこほら8、9番線のほら端っこぐらい、端っこじゃない？よし行く行くよ行くよ。
どこに出るかと言いますと、はい、そこが、そうだね、バンダイ側に行くちょっと前までのね、場所ですね。そして、お、あそこに、ね、ゲートできてます。ちょうど上がったところにビドフランス、お、すごい、このパンの福袋みたいなの売ってるね。そしてね、デューデスまだやってないですね。あ、まだオープン、まあ、間近ですね。はい、そして切符、ね、入場券買います。踊り忘れにご注意。領収書が多かった。そしていよいよ入りますよ。よし。もう来ちゃってるかな。5時5分行ってみます。一番線5時2分村上、これ行ってみますよ。はい、一番線の表示がされましたね。うわ、すごい人いっぱいいる。はい、快速6両村上行き。ね、表示されてます。まだ来てなくてよかった、間に合った。でも、まあ、間もなく入ってくるんだろうね。10分前ぐらい今。外はね、本当によく見える。1番線に5時2分発快速列車村上行きが入ります。まもなく1番線に5時2分発快速列車村上行きが入ります。列車は6両規制電車自由席での運転です。お手持ちの乗車券、定期券、回数券にてご乗車いただけます。来たー、来たよ、とうとう。1番線に列車が到着いたします。危ないですので、黄色い電磁ブロックの内側までお下がりください。1番線ご注意ください。1番線ホーム右側から快速列車村上行きが入ります。お足元黄色い電池ブロックの内側までお下がりください。休憩、すごい人はいる。このまま快速村上行っちゃいたかったね。やっぱり切符買えばよかったね、思ったけど、はい、まあ、新しいレールの上を、ね、A11 編成の129系が来ましたね、とうとう。線にはね、2両編成の吉野行き129系来ましたね。こちらはまあ、さっき通常のね、状態に戻ってます。昨日なかなかね、GV だけで走ってた一日、ああいう貴重な一日もね、非常にまあ楽しかったですけどね。まあ、とりあえず通常に戻ってます、吉野行き。いや、吉田行きだね、1号線。
あの真新しいレールの上をね、さっそうと1、2、9系走ってきましたね。駅にはねすごい人です。駅員さんなんかもみんなで手振ってたね。あれやっぱり特別な感じだったんだね、すごくね。いやーちょっと感動だったな。ずっと新潟駅のね進捗を追いかけてきて、まあしょっちゅう動画上げさせてもらってましたけど、とうとうねなんか一番線に電車が来たと思うとねちょっと感慨深いものがありますね。なんかちょっと感動しちゃった、この動画もねできるだけ早くねアップロードしたいなと思ってます。そして、次に来るのが6時7分だね、柴田行きが、基本的にはね白新線の関係が来るのかな。ここはねこの6時7分はね外からね、外からこの磐梯側のね、まあ多分よく見えると思うんだよね、外からね撮りたいなと思ってます、その前にね新潟駅ちょっとまあなんかせっかくだからねうろうろ見てみようかなと思ってます。来てみてよかった、朝早いけど。やっぱり電車がね一度でも走るとねこの表面のねレールの表面のサビが取れるというか、ちょっとキラッとしてますよね、このままね何本も走ればどんどんこのねサビが落ちてくるんだろうけどね。まだ1回だけ走った、まあ試運転とかしたのかもしれないけどね、それちょっと状況見れなかったですけどね、まあ地の鉄が出てきましたよね。一番線とうとう稼働開始です今日から。そしてこの真新しいね信号ですよ、ピッカピカ、白新線とね信越線が来るんですね、ここね書いてあるね。あ、ここも白新線信越線だし、お隣2番線もね白新線信越線になりますね。こちらはね確か前回来た時からもうついてたと思うけども、1番線いやついてなかったか、そうだねまだついてなかったね。こちらもね点灯してます。はい、そしてこちらの階段登ってきたところも1番線2番線表示されましたね。できたねとうとう。はい、こちらも表示がね始まりましたね。できたね。はい、こちらがですね一番端っこになりますね、1番線とうとうね。昨日もずっとね仕事を終えてからねあの GV に乗ったり、代行輸送のバスに乗ったりね、午後から忙しくしてたんだけれども、もしかしたらこの動画の方が先にね出すかもしれないな。まあ朝5時台の駅はこんな感じガランとしてますね。でもまあね一番線にね初めて電車が入るってことでね、撮り鉄の方とかねあと駅員さん関係の人がねたくさん来てましたね。始発のその電車にみんなで手振ってましたね。これ見たことないんで買ってみようかな。よいしょ、レッドブル飲んでねちょっと気合い入れてきますよ。うまい。いやとうとう完成ですね。ちょっと駅の構内をねまあなんとなくぐるりと、さっきちょっと慌ててね来たんでねちゃんと撮れなかったんで見て回ろうかなと思います。はい、こちらがね在来線東改札、新しいね改札口ですよ。こんな感じ、横はね何になるかと思ってたけど、このねあの人がいるあれですね方ですよね。要するにね、要するにまあ裏が白色の切符だとかね車椅子ご利用の方はですねこっちからね行く感じになりますね。磐梯広場ね、わーすごい。そしてこれ前回の放送ね、でまあうっすら映ってたけど乗り越しチャージ機ね完成しましたね。機械はあれですね、中古というか今までの機械ですね、
新しい機械ではない古い感じの機械ですね。まあ、昨日フル稼働してた西口改札はね、まあ、特に変わりなく同じですね。ちょっと新幹線の、ね、ホームはやっぱりせっかくだから行っとこうかなと思うけど、あ、まだ入れないんだね。まだまだ6時9分が始発なのか。これ多分入れないんだよね、多分ね。こんななってないもんね、普段ね。まだ入ることできないですね、残念ながら。はい、こういった案内図もね、張り替えられましたね、新しい状態にね。今現在地ここにいます。新幹線改札があってね、こちら新しい東改札ね、できてます。まあ、ここがニューデイズとかね、ビドフランスの場所ですね。でトイレね、ちょっとちらっと見てくるけど、これ新しいトイレですね、稼働してると思います。これから出てね、まあ、大体駅の構内を取ったんでね、新幹線改札ね、まあこの時間まだ入れないのがちょっと残念だったけれども、まあ6時ぐらいに開くんだろうけど、僕6時7分のね、一番線入る電車を外から見たいんで、ね、出ますね。出たら、まあ、またちょっとビドフランスとこのトイレあたりを見て、それからね、外でね、どこで待とうかまだ考えてるところだけどね、一番線に電車が入ってくるところをね、柴田行き取ろうと思います。はい、今日もねこの入場券短い時間だったけどね、まあ十分楽しませてもらいました。はい、そしたらね、まあ、ここの通路もできてるんだね。昨日まで通れなかった通路ですね。こちら南口に向かうところ、おー、つながってる。行ってみようと思いますよ。はい、こちらにはね、このこれ鉄泊のあれだね、150系蒸気機関車、そしてアルビレックス、そして6月5日今日ですよね、祝新潟駅全線高架化ね、子供たちの絵が貼ってある。そしてこちらが新しい切符売り場ですね。これも看板も新しいね、多分ね、切符チャージ機ね、設置されてます。まあ、全てね、今まであった機械をそのままね、移設した感じになりますね。はい、そしてこちら改札の脇に新しい緑の窓口できてます。まだ人は少ない。緑の窓口の中にも、ね、券売機、自動のね券売機設置されてます。はい、そしたら、ここはね、新幹線こういう風になったんですね。こういう感じになったんだね。これ新幹線の東改札ですね。こちらからも入れるね。乗り換えの方がね、まだ入れなかったけれども、こんな感じ。うわー、なんか感動しちゃう。南口との行き来がここからできますよ。はい、そして今までの券売機ね、全て塞がれてます。向こうにちょうどね、向こうに移動した感じになりますね。わー、まだねガランとしてる。6時7分まだ間に合いますね。これがね、何度も買ってるお弁当屋さんですね。新しい通路からね、南口の方に抜けてきました。今日は天気が悪いですね。どんよりしてる。雨は降ってないけど、この後怪しいね。はい、そして南口中央の入り口から入ると、中堅玉子がいて、小島屋そばがある。そしてこちら行けなくなってますね。向こう側どうなってるんだろうね。で、ここの先の右側にトイレがあったんだけど、行けないですね。ここ埋まってます。昨日まで確か行けたんだけど、外から見るとこんな感じ。中には行けないですね。おそらくこのトイレ、じゃあ向こうから回れば行けるのか。電気はついてるからね。とにかくね、この中央の入り口からはこのトイレには行けなくなってますね。あ、このトイレも使えないんだね。この通路も行けないんです。入れないですね。で、このトイレ使えないって、はいね、6月4日までって書いてありました。ここ使えなくなったんですね。入れません。はい、そしてこの ATM ね、 ATM があるところから右を振り向くと、今までは抜けていけたんですけど、行けなくなりましたね。行けなくなっちゃいましたね。そうしましたら、またね、バンダイ側の方に戻ってね、そろそろ6時7分のね、柴田行き外からね、取れればと思いますね。どっかで構えてないとですね。西口改札のね、先はまだ行けないですね。ここもやがてね、まっすぐ行けるようになると思うんだけど、ね、西口改札はまあ普通の通常の状態ですね。なので、こう今まではぐるっとこのね、構内を
室内で回れたんだけど、それができなくなりましたね。一旦こうね、外に出なきゃいけない感じになりますね。はい、南口から入ってね、右に行くと東側連絡通路、左に行くとね、西側連絡通路なんだけど、どちらにも行かずにね、バンダイ側にね、抜けることができるようになりました。この真ん中のね、東改札の脇からね、こんな感じになりますよ。ここですね。いやー、すごい、ちょっと感動的です。開店前のビドフランスにはお楽しみ袋をたくさん置いてあります。今日明日だけですね、第1弾3000円相当の、ね、商品が入ってて2000円、ね、なくなり次第終了、限定100袋。これ何時からなんだろう、これ買いたいな、買えるなら買いたいぐらい。でニューデイズと中でつながってますね、つながってる感じ。ニューデイズも間もなくオープンといったところですね。ニューデイズもね、中はバタバタ忙しくなってきてる感じですね。まだオープンはしてないけど。そしてここが多分デッキに出るね、出入り口になるであろう場所でございます。外がよく見える感じになりますね。もうちょっとで電車が来ちゃうから外に行かなきゃなんだけど、これが新しい通路ですね。ジグザグになってます。まあ仮設なんだろうけどね、これもね、仮設の状態でございますね。そしてそろそろね、6時7分発が到着するらしいアナウンスが流れたんで、どこで見てようかな。入ってくるとこ見たいけどね。ここほら、駅直下バスターミナル、ここをバスが通るんですよ。まだ全然できてないけど、すごく楽しみな場所ですね。そして新しい通路から、まだ人は全然来ない。日曜日、あ、来ちゃった。結構早く来るんだね。わかりますか、これ今到着、地盤線、真下からだったからあんまり見えないか。あれ6時7分なんで、僕はもうちょっと余裕があると思ったんだけど、まだ5時50分17分もあるんだよ。ちょっと油断したな。思ったより早く入ってくんだね。はい、ここがバス降り場ですね。そしてこちらが元あった駐車場。振り向くとわかりますか、1番線に129系止まってます。ちょっと分かりにくいか、夜の方がね、なおよく分かると思うんだけど、あれが6時7分発の柴田行き、ね、なかなかちょっと感動しますね。こんな感じで見えます。とうとう1番線完成ですね。日曜日の朝は比較的まあ人が少なくてね、ガランとはしてる。電車を通る人たちがね、やっぱりいっぱいいるね、今日は。すごい感慨深いものがありますね。こんな感じ。はい、そして西側連絡通路のね、途中から見る一番線の状況。まああの縦の格子がね、この辺は多いから、あの少ないところだと割と見やすいんだけど、ちょっとここだと若干分かりにくいですけどね。6時7分の129系止まってます。とうとう一番線稼働開始です。はい、そして6時7分柴田行きの白新線を東側連絡通路のね、北口から階段から上がってガレッソの辺りからね、見送ろうかなと思いますよ。これガレッソビルですね、その連絡通路を通って。はい、こちらが東側連絡通路からガレッソに向かう、渡り廊下。ちょっと遠いかな、もうちょっと正面から通った方がいいかな。まあまあいいか、まあいいか。ちょっとね、あの格子が多くて若干見えにくいですけど、まもなく発車ですね。一番線から立ち上がる柴田行き。あ、動いた。
半分しか見えないけどね。これは今日初めて見る光景ですよ。6両編成、長いね、結構。これぐらいな感じなんだね。いってらっしゃい。バイバイ。元の番台口は昨日と同じ状況ですね。こんな感じ。寂しい感じはありますね、すごくね。反対側、こういうのかもこんな感じ。昨日と同じ状態ですね。そしたらね、最後にもう一回ね、新しい通用口から入りましてですね、先ほど取りそびれた新しいね、一番左にあるトイレとね、コインロッカーの場所ね、移してこようと思います。はい、外から見たニューデイズの状況。ニューデイズはね、もうオープンしてますね。6時オープン。隣のビドフランスはね、7時オープンですね。7時オープン、ちょっと前から並んでね、あの2000円のあれが買えるかどうかね、買えるなら買いたいとこだなと思ってね、7時オープンです。まだ結構時間あるかなってとこですね。6時11分、1時間近くありますね。先ほど階段で上がったんでね、この真新しいエレベーターね、せっかくだからちょっと乗らせてもらおうかなと思いますね。取材兼ねて。電気つきましたね。見えるかな。見えないね、全然。はい、到着です。ここから左が今まで使っていた番台口との行き来する場所ね。え、仮設の番台口ね、え、とうとうね、行けなくなりました。今までこの左側、この先左側にあったのかな、階段があったんだけど、なくなってます。壁で埋め尽くされてる。この先だったよね、先を左に階段があったんだよね。そしてこれが今日から、あ、まだだね、10時から使えるコインロッカー、真新しいコインロッカーですね。新品、奥までありますよ、結構。こんな感じ。まだね、使えないです、6月5日から、ね、すごく新しい新品のね、多分スイカ決済とかができるね、新しいタイプのコインロッカーです。そしてこちらが新しいトイレですね。もう使えます、綺麗だね、すごくね。なんかこのマークなんかがすごくなんか新しい、今まで見たことないタイプのトイレかもしれないね、このマークは。はい、まだ誰も使ってないような真新しいトイレに入ってきました。すごく綺麗でしたよ。新品未使用、いや未使用じゃねえかもしれないけど。ちょっとコーヒーを買おうと思ってニューデイズに入店しました。グッズ売ってるね、これ新しいクレーファイルね、385円。まあ1枚なんだろうね。まだね、リングノート売ってましたね。今度買おうと思ってんだけど、まだたくさんある、ね、で油断してるとね、結構売り切れちゃったりするからね。まあ、中はめちゃくちゃ綺麗、結構人はいる。トマト売ってるんだね、ちょっとびっくりですね。あとはね、このほらお土産によくあるさ、このほら超有名なこれ売ってる、イカ明太作りとかマジ本当大好きなんだけど。ホットコーヒーレギュラー買いました。せっかくだから美味しいコーヒー飲みます。ドフランスは並び始めましたね。まもなくオープン。みんなこれを求めてるんだと思うんだよね。100個限定だからまだ買えると思うんだよね。僕も並ぼうと思います。はい、いよいよオープンですね。この格子みたいなのが開きます。おー、とうとう、こんな感じ。来ましたね、店内こんな感じ。中でも食べれる感じになりますね。ものすごい人が並んでます。お楽しみ袋2000円買えました。これ後でね、車の中で中身お見せしようかなと思います。どうなってるか僕も分かんないです、中身がどうなってるかね。後ほど車に戻ったら開けますよ。はい、
車に戻ってまいりました。これ僕の車の中です。昨日ライブ配信をやった、車の中、そのまま車の場所もそのまま、というわけでですね、今日買ってきたこのお楽しみ袋ですね、中にはね3000円分のぐらいの、品物が入っていて、これ2000円でね、税込みでしたね。2000円で、ぴったり2000円で買ってきました。すごく楽しみですね。昨日からちょっと鼻水が止まらなくてね、まあ結構大変なんだけど、これからね、開封して動画を終わりにしたいと思います。はい、それではね、めちゃくちゃ楽しみですね。開けてみますよ。あ、結構、この簡単に開くかな。あ、取れた。おお、いい匂いするパンの、ね、大丈夫かこれ。でもなんか一昨日からねパンが並んでたから。はい、それではですね、まずは多分カレーパンですね。カレーパンが入ってます。あとはクロワッサン、そしてこれ多分塩バターパンじゃない？塩バターパンっぽいですよね。そしておお、あの袋がね、あの閉じられてないですね。まあ本当に入れただけな感じね。まあそのこう多分閉じちゃうとあれなんだろうね、汗かいたりするんだろうね。メロンパン、そしてなんだこれ、おジャム、いちごバター、いちごバター入ってます。いちごバターって聞いたことある？初めて聞いた。いちごバター、これ高いんじゃない？結構もしかして。いちごバター入ってました。そしてこれは何だろう、ポンデケージュ8個入り、これ食べてみようか後で。そして最後に食パンですね。食パン、ほんと普通の食パンなのかなこれ。あのすごく高くていい食パンが売ってるじゃないですか、あれではないのかな、多分ほんと普通の食パン。そしてなんだろうこれ、お、お買い物券300円分入ってます。いつまで使えるの？7月31日まで。なんか買わなきゃだね、なんか買わなきゃ。はい、ちょっとねこれまあ、あの家に持って帰るんで、まあ家にものものにも見せてね。なんでこのいっぱい入ってるやつだけ食べようかな、あのね試しに。ポンデケージをいただいて動画締めようと思います。で他のも美味しそうだよすごく。それではこれ一つポンデケージいただきます。うまーい、もち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 、めっちゃもちもち、もちみたい、あ、おいしい。これ380円の品物ですね。あ、おいしい。まあ他のもね、まあおいしいと思うんだけど、まあ持って帰ろうと思います。かなりお得な商品。はい、いかがだったでしょうか。2022年6月5日新潟駅の状況ね、本日からね完全高架化ですねされた、当日一番線にね初めて入ってくるね129系の電車をね、まあ入線からね取ることができたんでね、取るね入線から出ていくところまで、それがねメインです。ちょっとあちこちね、あっち行ったりこっち行ったり取ってきたけれども、まあでせっかくだっていうことでね、取ってきました。なかなかまあね本当に変わりゆく新潟駅のね状況は見ていて本当に楽しいです。寂しい部分もありますけどね、8番線9番線なんかはね運用終わってね、まあこれから解体されるところなんかもね、これからね、まあ撮影できたらいいなと思っております。そういうというわけでですね、今日はねまああの題材は、1番線完成ね、1番線にね初めて電車が入るっていうねのがまあメインの、題材なんですけれども、まあ期待して今日ねオープンのビデオフランスのね、まあこのお楽しみ袋変えたんでね、よかったです。帰ってね、まあ家族で楽しもうと思います。はい、というわけで新潟駅の状況ね、その他新潟のまあ、
人気スポットだとか、ね、見どころだとか、美味しいものだとか、ね、魚釣りだとか、バンド活動だとか、まあ、いろんなことやってます。仕事の合間にね、まあ、撮影したりね、編集したりしてるんでね、まあ、時折ね、こう、更新できないこともあるかと思いますが、これからもですね、応援よろしくお願いいたします。チャンネル登録、グッド評価、ね、ぜひコメントの方もね、いただけたら私、嬉しいで、嬉しく思います。はい、というわけで、ちょっと、なんかあんまり寝てないんでね、ちょっと、最後、ぐだぐだになりましたけれども、まあ、6月5日の状況ですね。できるだけ早くこれもね、アップロードしたいと思います。多分6月4日、昨日もね、あちこち新潟駅とかね、で、電車に乗ったりね、昨日もいろいろなことがあったんですけれども、その動画よりも先にね、こちらの方がね、先にアップするかと思いますが、ね、ぜひね、6月4日の状況、3日の状況なんかもね、後々、3日の状況も上がってるけど、アップしようと思いますんで、ぜひね、そちらの方もご覧いただければと思います。それでは、また他の動画ででも、お会いしましょう。ぜひね、ライブ配信なんかもね、毎週土曜日やってますんで、ぜひね、そちらの方も遊びに来ていただければと思います。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ、お家に帰りまーす。